三菱電機株式会社は日本の大手総合電機メーカーであり三菱電機グループの中核企業。同社は1921年1月15日に三菱造船電気製作所より分離独立する形で設立された。日本の大手総合電機メーカーとしては売上高において日立製作所に次ぐ業界2位。家電から充電。 人工衛星まで幅広い製品を販売している。FA 機器、昇降機、タービン発電機、鉄道車両用電気品、パワー半導体、人工衛星など多くの産業用電気機器で日本国内トップシェアである。宇宙、防衛分野に強みを持っており、防衛エレクトロニクス分野での防衛省、契約実績は長年にわたり、第1位を維持している。LED 電球においては、 三菱ケミカルホールディングスエアコンにおいては三菱重工業との間で事業が重複しており三菱パッケージエアコン三菱ルームエアコンの故障が三菱電機のエアコンのことを指す ITS 事業について ETC 車載機製造販売が重複していたが2017年重工はフルの電気に事業上としたただ地上部門では引き続き事業重複している すでに撤退したパソコン用ディスプレイにおいては、ブラウン管時代から一定の評価があり、液晶ディスプレイにおいても高いシェアを持っていた。ミスティ1や霞などの開発や実装の実績による暗号化技術は世界トップレベルである。三菱金融会及び三菱広報委員会の会員企業である。本節ではロゴブランド名や企業の理念を謳ったコーポレートステートメントなど、 三菱電機のコーポレートアイデンティティについて記す。コーポレートステートメントは、と変化している。ロゴマークの変遷級ロゴ1968年制定の三菱エレクトリックロゴを長らく使用していたが、1985年より2代目ロゴとして、水色で、三菱と書かれたものに切り替えられた。ただし、以降に製造された製品でも一部に、 初代ロゴを使用したものがごく稀に見られる。このまも海外向けには二代目ロゴは使用されず、スリーダイヤと黒色の三菱エレクトリックロゴ衣装が継続して使用されていたが、2014年1月9日に、国内外での三菱電機グループの一層の認知向上と持続的成長に向けたグローバルでの事業競争力のさらなる強化を目的とし、同年4月1日以降は、 国内外でブランドロゴを統一することを発表した。日本国内での広告活動については、同年6月13日より放映されているテレビ CM から新度後に改め、すでに放映されているバージョンにおいても順次新しく切り替えられた。このロゴの形質は改定前までは末尾だったが、改定後は企業 CM を除き冒頭に変更されている。 カーナビゲーションの本体については、スペースの関係上、横並びの三菱エレクトリックロゴのみを表記する。なお、スタジオアルタの該当ビジョンとして用いられている、オーロラビジョンは2014年2月に新型のものに更新されたが、同時に掲示されている社名ロゴも新ロゴマークを用いたため、正式な変更より一足早く使用する形となった。 ダイヤの派生携帯電話のメーカー記号の D とは三菱のシンボルマークに由来している。これに限らず製品の相性にダイヤを用いたものが数多くある。メルコ三菱エレクトリックコーパーションからメルコという略称をかつては使用していた。高度経済成長期三菱電機の系列家電チェーン店にはメルシという女の子をかたどった人形がいた。 2016年現在でも商品名や三菱電機グループ内の子会社にメルコを関したものが存在する。パソコン周辺機器メーカーのメルコと混同されることがあったがメルコホールディングスグループとの直接の関係は従来ない。かつてはドメイン名も melco.co.jp であったが2002年に m i t s u b i s h i e l e c t r i c c o j p に変更された。melco.co.jp ドメインもグループ会社の名義で保持しており、社内では今も使われている。交通システム湘南モノレール500系エレベーターエレベーター事業は世界シェア4位、国内シェア1位を誇っており、2019年現在、下りのみ。 世界最高速エレベーターの記録を保持している。上りは上海中心の分速二2 3 0メートルイン、下りは横浜ランドマークタワーの分速750メートルインで、その速さにもかかわらず、10円玉を立てても倒れない安定性を持つ。稲沢製作所内には高さ173.0メートルのエレベーター実験棟があり、分速1二百メートル級のエレベーターの開発を、 行っている。ソルの名前には、空へ向かって伸びる形と、限りない品質追求の思いが込められており、高さ173.0メートルも、所在地の稲沢市に由来する。到着アナウンスは、旧世代から順に、久川や、浅岡歩美、三石ことのが担当している。また、男性アナウンスは、久保田一氏が担当している。英語アナウンスは、 キンバリー・フォーサイスが担当している。代表的な商標としては、以下の通り。エレベーター実験等、ソル、イナザ市標準型4人乗り家庭用、特注型国外向け、リニューアルエスカレーターエスカレーター事業は、国内シェア1位。スパイラルエスカレーターは、世界初の技術であり、世界トップシェア。大型ディスプレイ FA システム自動車用。 電装品パワーデバイス光デバイス発電システム、様々な発電システムを独自、または共同で開発している。各電力会社向けのほか、各重工業、製紙会社向け、日本、海外製鉄会社向け、開発途上国の発電プラントシステムも設計、開発、製造している。当発電システムに関わっている部門のうち、 回転機部門は1999年 TMA エレクトリックとしてさらに2003年にはパワーエレクトロニクス部門と東芝の合併によりできた東芝 GE オートメーションシステムズが合併に追加され東芝三菱電機産業システムという新会社を設立し一部の設計開発製造を移行した。なお、同じく発電システムに関わっていたエネルギーソリューション部門 制御部門は、東芝と合併することなく、同社に存続している。太陽光発電システム情報機器レーダー、映像監視システム電話機かつては、家庭用電話機、携帯電話、PHS を製造していたが、2016年、現在は N スターを用いた、静止衛星電話の未製造。人工衛星、宇宙ステーション大型望遠鏡映像機器2008年、 春モデル以降のフル HD 液晶テレビ BD レコーダーは京都府長岡京市にある京都製作所で製造されていることから京都フル HD1080 というキャッチフレーズが付けられている。キッチン家電生活家電空調機器住宅設備機器照明機器撤退した製品1954年の三菱ミシンの広告2020年3月、現在2012年以降。 6人の労災認定者、5人の自殺者を出している。発症地が兵庫県神戸市のため、近畿地方に多くの生産拠点がある。直轄の生産拠点には、グループ内略省として、電で終わる通称が付けられている。なお、ここに挙げる、製作所は、経営単位なので、実際の工場としては、例えば、神戸製作所と、 電力システム製作所は同一の連続した敷地内にある。上場関係会社関連上場会社情報通信、サービス会社エンジニアリングサービス、会社製造会社販売会社た広告、ネット過去の関連会社2007年12月のウェブサイトリニューアルに伴い RSS 配信が行われるようになった。上記の通り、 ロゴマークが変更されたことに伴い2014年7月1日から、それまでの三菱電機から三菱エレクトリックに提供表示も変更されている。他多数、ありがとうございます。